学者さんでもね、そう今の言った理論でね、だから生まれ変わりはないんだという人いるんですけども、はい、実際はどうかと言いますとね、あの3つのことを考えていただきたいんですけども、1つはその、まあ、300年って言いますけども、平均300年でね、400年の人もいるし250年の人もいるし、うん、早い人は100年ぐらいの人います、はい、大体平均が300年前後と考えていただいて、世界中にね、その国だけじゃありませんから、はい、世界中にいっぱい死者がいるわけですね、うん、ずっと 何千年も生まれ変わらずにポッと生まれてくる人います。地獄界長くいてね、うん、地獄の蓋が開いて、戦後は特にそのいろんな人が生まれておりますんで、ですから人類が生まれても何百万年という年月日の中にいっぱい死者のストックがおりますんで、はい、生まれ変わり死に変わりでも800年後に出てくるとかいるんで、単純な計算で300年前の人口は 何人だったから、それ以上はないというわけじゃないわけですね、これが一つと、はい、もう一つはですね、大きな霊というのは、まあ、大きな人間だった人っていうのは、いくつもの文献を出すんですね。例えば弘法大師とか、そういうなり人は同じ弘法大師の霊の一部を持ってる人が、3人も5人もおりましてね、文献ということがあるんです、霊界では。魂が大きかったんですね。そうそうそう、一番濃いのは1人ですけどね、だから3人とか5人とか大いなる活躍した人は文献というのがある、はい、まあ、この魂は分けられていくということが、もう一つと、もう一つは霊界で新しく霊も誕生しているわけです。だから人間が人間を新しく産んで生まれるように、霊も霊界で新しく誕生しているわけですね、そういう霊は生まれ変わってきますとね、どうなるかと言いますと、まあ、生まれ変わり死に変わりすると、私の番組聞いてる人は何度も聞いておると思いますが、学問と信仰心と芸術ね、これは生まれ変わり死に変わりするほど積み重なっていきますね、で新しい御霊っていうのはこの要素がないわけですから、そういう人がまた次に生まれ変わり、まあ、3回か4回か生まれているうちに、まあ、ごく普通の人ぐらいの御霊になっていくわけです、ということは何度も何度も生まれ変わった方が、そういう宗教心であるとか芸術的センスというのはもう豊かになるわけですね。そう、だから例えば僕は言うんですけどね、地獄界に落ちてもねいいんですよ、はい、そういう人でもね、磨いてきた分だけ、まあ、学問、信仰、神経術、才能があるわけです、それよりもそういうことを地獄に落ちるのを恐れてね、思い切って努力しなかった人っていうのはもう 何回生まれ変わってきても大した魂にならないわけですね。ということは、今私たちがこの生きているこの世の中で一生懸命勉強して積み重ねをしていかないといけないということですね。だから単なる生活じゃなくて、これもまあ学問的な、まあ、学びで問う、自分自身の学問の要素として、広い意味で芸術的なものを磨かんがために、広い意味での信仰心を磨かんがためにという日々は、まさに生まれ変わってきた理由に直結してますから、非常に無駄がないわけですね、だからまあそういうこと、地獄行く天国行くも大事ですけども、まあ、天国の方がいいんですがね、己を磨いた要素というのは全部残るから、恐れないで、毎日を無駄にせずに生きていくと、まあ、これが一番よろしいんじゃないでしょうか。はい、わかりました。